八重洲トンネルは、首都高速八重洲線のトンネルである。本トンネルは、都道市と高速4号線愛機の一部として1967年度に着工した。東京都千代田区大手町の鎌倉橋付近の神田橋、ジャンクションで、首都高速4号分岐線から分かれ、JR 中央本線他の鉄道交差部手前より、地下に入る。五福橋交差点付近より、 東京駅八重洲口付近の外堀通りの地下を通り、丹野橋交差点南側で地上に出て、西銀座 JCT で東京高速道路に合流する。鉄道と交差する部分は、国鉄、八重洲駐車場と一体構造になる部分は、八重洲駐車場株式会社に施行を委託し、その他の部分は、首都高速道路公団が施行した。一般部は、改作工法で建設され、 地上路面下5.4メートルに、幅19.6メートルのコンクリート製区体を埋設。区体内部には上下線それぞれ高さ4.65メートル、幅8.6メートルの通行帯と、その下に換気オダクトが設けられている。1973年2月15日開通。トンネルの延長は1400メートルで、日本橋側に近接した推定トンネルに該当する。 ことから危険物積載車の通行には、規制が設けられている。両方向それぞれ八重洲駐車場に直結する、八重洲出入り口、北港のみ、日本ビル地下の日本パーキングセンター直結の時は橋、出入り口、南港のみ丹野京通り公居、馬場崎門方面への上の丸の内出口が、設けられている。このうち、時は橋出入り口は、 時は橋が行く再開発事業のため2016年4月より閉鎖されている。区体は前線両方向とも2車線分の複員があるが、八重洲出入り口付近以北は、同流体により、両方向とも1車線で運用されている。換気方式については、両方向に8から10%の勾配があり、また中間に地下駐車場への分岐、合流がある点。 八重洲地下街への排気ガスの影響を抑える点から、応流換気が採用された。上下線各路面化の路側帯川に早期ダクト、中央分離帯側に排気ダクトを設け、時は橋公園と丹イ橋交差点付近に建設した、換気所で急排気処理を行う。上下線同時に渋滞が起こる、可能性は少ないと見込まれ、一方にのみ、再大量を早期し、 他方は半分ほどに抑えることで動力費を削減した。単野共感記所は東京都庁舎に近く周囲の景観に違和感を与えないよう円筒形のデザインが取り入れられた。ありがとうございます。